カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンのリング上、これよりカナダマットカヤモテより全米のプロレスファンに圧倒的な人気のあります南海の黒ひょうリッキー・スティンボートが登場してまいりました。噂の男リッキー・スティンボートをちょっとご紹介してまいりますと、1958年ハワイホノルル生まれで26歳であります。 AWA の帝王バン・ガニアの勧めによりまして76年にプロレス入り、そして1977年の6月にデビューしております。キャリア3年でトップイベンターに成長しました。この男噂の男リッキー・スティンボート、そしてノースカロライナ地区の大プロモーター NWA 役員のジム・クロケット・ジュニアの遺族として大変に可愛がられておりますリッキー・スティンボートであります。聞いたところによりますと、私はまだ一度もファイトを見ておりませんが、ファイトはエネルギーの塊が噴火するような非常に爆発力のあるファイトとこのように言っております。リッキー・スティンボート、いい顔をしております。上半身の筋肉非常に盛り上がっております。非常にかっこいいリッキー・スティンボート26歳。今年のこのリッキー・スティンボートの活躍は、凄まじく、特に NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レースと過去6度挑戦しておりますが、一度もこのリッキー・スティンボートまだピンフォールを奪われてない、これが自慢でありますリッキー・スティンボートです。それからノースカロライナ地区で大変また人気のありますライバルのリック・フレアを破ったということで、一段とこのリッキー・スティンボートの格が上がっております。さあやっと勝負が始まりました。どういうファイトをしますか。日本のファンの皆様どうぞご注目ください。おっとおっと、このまま体を体当たりさせました。飛びました。リッキー・スティンボートが空を飛びました。大きくロープに投げ飛ばして四角いジャングル、ものすごいスピードで走り回る。ロープが揺れますが、あ、ジミー・スネーカーが場外に落ちました。ここでレイ・スティーブンスにドロップキック。凄まじい暴れっぷり、躍動します。リッキー・スティンボートのものすごい跳躍力、立体殺法が見られました。お客様はもう大喜び。カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンです。腰を打たれましたジミー・スヌーカー、もう花道のところまで飛んでしまいました。チャンピオンチームもレイ・スティーブンスも場外に飛ばされております。チームリーダーのチャンピオンチームレイ・スティーブンスが登場してまいりました。もうレイ・スティーブンスは日本のファンの皆さんはもうおなじみ、ベテラン中のベテラン、あの AWA 現在のチャンピオンニック・ボックウィンクルと長期間 AWA 認定の世界タッグ選手権に君臨しておりましたあのレイ・スティーブンスです。現在はミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権保持者。さあトップロープから思い切ってエルボーを落としました。そしてこれです、これです、東洋風の技を見せました。リッキー・スティンボート空手手段と言っておりまして、自分の大きな手を私に見せてくれました。リッキー・スティンボートが踊ります。東洋風の技を見せましたリッキー・スティンボート。真っ赤なトランクスが本当によく似合います。真っ白なリングシューズ。さあチームリーダーのレイ・スティーブンスを相手にしておりますが、ここでジェイ・ヤングブラッドに今タッチが行われます。ヤングブラッドも飛びます。ダブルチョップ、空中に高く飛んでダブルチョップ、レイ・スティーブンスの左の腕の付け根のあたりを捉えました。激しい動きのある選手です。チャレンジャーチームリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組、こんないい選手がタイトルを奪われたとはちょっと信じがたい感じがいたしますが、全チャンピオンチームがこのリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組、現在のミドアトランティック認定世界タッグ選手権保持者がレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組、この両者の対決、先ほども数々ご紹介しておりますように因縁の対決であります。それだけにもうお客様もこの両者の対決をよくよく知っておりまして、興奮のるつぼと化しております。今夜のこの放送、カナダのプロレスの殿堂メープルリーフガーデンからお送りしておりますが、今夜の海外特別試合、カナダトロント市 CHCH テレビチャンネル11の制作協力によりまして、日本のファンの皆様にお送りしているわけであります。今度はチャンピオンチームのジミー・スヌーカーもトップロープから飛んでまいりました。本当にこの立体殺法の応酬になっておりますが、ジミー・スヌーカーもいいところを見せます。空中高く飛び上がってものすごい2スタンプを見せました。とうとうジェイ・ヤングブラッドが捕まってしまいました。リングの中央、パートナーのリッキー・スティンボートになかなか渡すことができません。怒った、チョップでいった、トマホークチョップだ、トマホークチョップ、これです。さあ今度は逆水平、そしておっと両足で蹴り返す、レイ・スティーブンスも空振り。さあさあ、あっと渡った、リッキー・スティンボートに渡った、トップロープから飛ぶ。さあおっとトマホークチョップを見せる、すごい攻撃だ。リッキー・スティンボート東洋風の攻撃を発揮いたしました。
手刀を落とす、両方の拳で、さあジミースルーカーを捉えることができるか、ものすごいジャンプ力、両方の足で顔面を蹴ります。リッキースピンボートの立体殺法、さあ今度はブレンバスターか、ブレンバスターか、リッキースピンボートのブレンバスター、見事にパーフェクトに決まった、抑え込んだ、タイトル奪還、ダメ、カウント2、チャンピオンチームのジミースルーカーも返しました。大きく肩で息をついたリッキースティンボート、何を待っているか、逆水平空手殺法を打ちます。いわゆるカンフーの技です。空手殺法の極意を出しましたリッキースティンボート、本当に様になっております。東洋風の技、本人は空手初段と言っておりました。その他リバースフルネルソンツリー、こういった技も持っております。ジャンボ鶴子と一度は対戦させたい、そういう気がいたします。南海の黒豹、噂の男リッキースティンボート、その噂にたがわず素晴らしい立体殺法、あるいは空手殺法を数々と披露しております。そのリッキースティンボートがベテランのレイ・スティーブンスに捕まってしまいました。正面からの攻撃はベテランレイ・スティーブンス、後ろにおりますのはジミー・スムーカー、こっちのチームがチャンピオンチームです。なおこのレイ・スティーブンスはこちらのカナダ・トロント地区ではレイ・ザ・クリッパー・スティーブンスと呼ばれております。さあおっとリッキースティーブンス、スティンボート、さあ両者が体当たり、ダブルナックダウンになりました。リッキー・スティンボート、リッキー・リッキーの大歓声、カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデン、特に若い女性ファンはもうリッキー・リッキーの黄色い声援であります。勝負の方は15分が経過してまいりました。両者ダブルナックダウン、チャンピオンチームレイ・スティーブンスも倒れております。天井を向いておりますのがリッキー・スティンボート、パートナーのジェイ・ヤングブラッドが大声で声をかけておりますが、さあチャンピオンチームのジミー・スルーカーが後ろから捉えた、後ろからエプロンサイドから手刀を落としました。ジェイ・ヤングブラッドが怒った、背中にチョップ、トマホークチョップ、キックキック、ジェイ・ヤングブラッドのキック、相当荒れてまいりました。ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、時間無制限の一本勝負、このタグチーム両者因縁の対決を迎えております。場内は興奮のるつぼ、拍手拍手大喝采、手拍子を合わせております。カナダ市民のお客様、リッキー・スティンボートやっと立ち上がりました。さあチームリーダーのレイ・スティーブンスを捉えるか、ちょっとフラフラしている、足が地につかない、ギブアップか、リッキー・スティンボートギブアップか、クロークロークロー、ジミー・スルーカーのものすごい褐色のアポロ、すごい右の肩の筋肉から繰り出す握力満点のクロー攻撃、離れない離れない、まだ離れない、スティンボート必死だ、スティンボートが必死で今半身の体勢だが立てない、やっと立った、さあさあパートナーのジェイ・ヤングブラッドに手を差し伸べるがダメです。どうやらこの時間20分を過ぎたあたりからレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー、さすがチャンピオンチームにふさわしく非常に冷静、前半打たれましたジミー・スヌーカーがここでクロー攻撃を持ってまいりました。ものすごいクロー攻撃、すでにもう3分以上は顎の先端に食い込んでいるでしょう、あるいはガラスの上が破れるかもしれません。リッキー・スティンボート、全くこの握力満点のジミー・スヌーカーのクローで身動きができなくなりました。おっとレフリーのテリー・ヨークソンがだらーんと下がりました。リッキー・スティーブンとのスティンボートの左の腕を今確かめました。ちょっと眼色顔色を失っております。リッキー・スティンボート、エプロンになりますジェイ・ヤング・バラットも全く手が出しません。永遠と続きますジミー・スヌーカーのクロー攻撃、クローがまだ続く、左の手が震えてる、左の手が震えてる、リッキー・スティンボート、しかし我慢強い男だ、まだギブアップしない、まだギブアップしない、膝をキャンバスについた、立ち上がった、スタンディングポジションを取れるか、右手を右手をロープに絡ませました。やっとの思いでロープブレイク、ロープブレイクを必死で制しますテリー・ヨークストン、しかしなかなか離しません。ジミー・スヌーカーです、大きくロープに飛ばして生き返ったか、生き返った、両方の拳打ち、ダブルパンチ、リッキー・スティンボートダブルパンチを打ちました。一気にここで攻め込むか、しかし相当あごにクロー攻撃をされておりますので、ちょっと意識が朦朧のリッキー・スティンボート、ジェイ・ヤング・ブラッドにタッチ、タッチ、タッチです。ヤングブラッド長い時間待っておりました。さあやる気満々、赤い血が燃えます、レッドパワーが燃えます。ジェイ・ヤングブラッド、チェロキー族の血を引いております。トマホークチョップが最大の武器、さあ思い切ってジミー・スルーカーをショルダースルーで飛ばした、そしてレッグドロップ、
レッグドロップ顎の先端、さあ一気に畳かけるか、ロープで飛ばして逆水平ダブルチョップです。そしてレイスティーブンスにドロップキック、そしてトマホークチョップ、さあ反対側のコーナーに、さあスリーパースリーパーホールド、スリーパーホールドに入りました。ジェイ・ヤングブラッド、キャンバスに両方の足を広げてスリーパーホールド。しかしジミー・スヌーカーも負けておりません。返しました、ジミー・スヌーカーも返しました。好試合です。ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、さあカンフーの構えから思い切って空手の技を出しました。ここでジェイ・ヤングブラッドから休みました、リッキー・スティンボートに渡されました。さあそのまま体を浴びせ倒します。親分格のレイ・スティーブンスが相手であります。果たしてタイトル奪還なるでありましょうか。リッキー・スティーブンとそのままスモールバックエッジホールド、カウント、カウント2、技あり、リッキー・スティーブンとスティンボート、しかしカウント2です。さあリッキーがセカンドからトップロープに上がって空中を飛んだ、フライングボディアタック、そのまま抑え込んだ、タイトル、あーカウント2、惜しい、タイトル奪還まであとワンカウント、レイ・スティーブンス捉えられました。さあスープラトンの攻撃、スープラトンクロスカットに行きました。スープラトンの攻撃ですが、さあここで両選手がリングの中に入ってまいりました。そしてマネージャーのジェイ・アンダーソンもリングの中に入ってまいりまして、今ブザーが聞こえましたけれども、果たして勝負の行方はどうなっているんでしょうか、勝負の行方はどうなっているんでしょうか、まだはっきり分かりません。